笑ってない。ハル、悪い方に考えすぎ。別にいいじゃない、そのくらい察さなきゃわからないなんてバカなんじゃないの。待って待って、今言ってはいけないことを言った。それ言ったら戦争だよ、分かってる。へえ、ハル、かっ、今すぐ謝れば嘘をついて。察してくれないから禁句を言っちゃった。また言ったるのバカって、ハルのバカ、このままじゃダメ。あの黒姉さん、見てないよ。水着になれって、ありえない。2人ともそこに。ハルのスケベ、変態変態変態。誰よ。ある意見ですね。違う、私。待って、今週末はダメなんだけど。両親ようにする。延期じゃダメなの。じゃあ近場でもいいんじゃない。無理して。ハル浮かれるのはいいけど、来週だし巻き返さないとまずいんじゃないの。哲彦くん、今回の旅行は成績の悪い子は勉強、緑も受験生だし参加させる。というわけで桃さんもね。そう、そういうこと。あなた哲彦くんと手を組んだの。水着の条件を入れておいてわざと取り下げさせたのも。はあ、春は勝さんを信じ。